今回ご紹介するのがこちら。山より大きなイノシシは出ぬ。ほう、これですね。入れ物よりも大きな中身などありえないという意味なんですね。まあ、あの大げさな言い方もほどほどにという。なるほどね。だからまあ話を盛ったりとか、そういうのはほどほどにねっていう意味なんですね。ほこたてみたいな話。それはちょっとわかんないですね。あとちょっと申し訳ないなって思うのは、あのテレビとかね、テレビあの出たりとか、なんかニュースの記事になったりとかするときに、イケメン声優かとか書かれるじゃないですか。やめてって思う。いや本当だよ。イケメンじゃないから。俺もさ、前日の志村さんだったらまだわかんだけどさ、はい、一緒にさ昼の番組出た時は俺、やめてくれよその書き方って。梅ちゃんとか出せよって。梅ちゃん、梅ちゃんにしよう。梅ちゃんとか竹谷さんとか出せよって。だからまあ普通面声優かな。普通の声優でいいじゃん。もうだから人気声優もちょっとなんかこうそんなに人気なのかなってちょっと申し訳なくなることありますよね。分かる分かる。そこそこ人気の声優が。そこら辺のラインがね一番いいんだよ。でもそれをでちょっと悩んでた時に、ある先輩がと共演した時に、まあそれね、人気声優の何々さんですみたいなことをで紹介されて、その先輩がこう出てきた時なんですよ。そしたらその先輩は、どうも人気声優ですって言ってこう登場したんですよ。だそれをなんか笑いに変えるというか、なんかそういう力ってすごい。なんかそう全部を肯定していくことってそこで大事なのかもなっていうのを 3,4 年前にちょっと感じて、でそれ以降僕は自分のことを超人気声優っていうようになった。なるほどね。もう自分から踏み抜いていく。そうそう、言っちゃえ、大げさに言っちゃえばギャグになる。なるほど。そうそうそう。じゃあアルティメット声優をすぐですみたいな。それはいい。じゃあ我々は今日からアルティメット声優。アルティメット声優一つよろしくお願いします。お願いします。これでまた一つイノシシに詳しくなりましたね。次回はどんなことわざが飛び出すのか、本編終了後のコソコソ話にご期待ください。それではお時間です。